食風とは、日本の律令制における法録の一種で、官職の工程に応じて定められた直符を指す。大法律令以前より存在したと考えられては、いるが、実態が判明するのは、大法律令以後の制度である。大法律令によれば、大城大臣3000個、左右大臣2000個、大納言800個とされ、 正当な理由のある開館と知事の場合には辞職後も半分を支給され、犯罪による下官と死去の場合には就校された。慶運2年に中納言に200個、放棄2年に内津お身に1000個を与える措置を取ったほか、時期と規模は不明ながら、参議にも職風が出されるようになったと考えられている。大道元年以前に大納言以上の食風が一時、減額されていたが、この年に、 元の額に復帰している。翌大道2年には賛義を廃して観察師として、食風200個を定めたが、2年後に国師を兼務させて、その公開を直布としたが、公認元年の観察支廃師と、賛義また桶で元に戻った。その後の農業不振による財政難から交換の間に、食風半分返納の動きがあったが天皇が許さなかったことが、 日本語記に記されている。その後、演技式には中納言400個、三議80個、連中賞には、大乗大臣2250個、左右大臣1500個、大納言600個、中納言300個、三議60個、十、悪田賞には、大乗大臣の名目2250個、実学1500個という、食風に関する記事が見られるが、その変遷。 経緯は全く不明で、十世紀初頭に暗い風、品風など、他の不幸と共に削減されたと推定されているのみである。中世になると、実際の支給の有無も不確かとなっていった。山下慎一郎、平安時代の給与生徒くらい 6ISBN978 から4から642046015。ありがとうございます。